最近 TikTok の活動はどうなんですか？してないんですか？もう飽きました。やりラフィーで燃え尽きました。はい、やりラフィーあげたら確かに。やりラフィーで燃え尽きちゃった。なんでさ、うん、なんで毎回コメント欄やりラフィーとか言ってくれるか。なんで離れるんですか、マジで。なんでなんですかね、やっぱ人気の象徴じゃないかなと。やっぱなんかみんな鼻につくんすかね、多分。いや、ちゃいちゃい、やっぱ羨ましいんよ。ネットの世界ってさ、やっぱもう、マルちゃんみたいな地域の集まりなわけや。ああ、言いすぎすぎ。そしたらやっぱ、こう、俺みたいなやりラビって輝いてるわけよ、ネットの世界では。はい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 、はい。分かる？だから、自分たちが慣れない憧れだからさ。ああ、なるほどっすね。なんか、そうだから、うん、あの、女にもモテない陰キャの地域たちがな、やっぱりこう。俺がモテちゃうからやっぱり。なんか原因分かった気がする。多分それや。それか。多分それや。でもな、俺な最近気づいたよ。なんすか。炎上いっぱいしてやっぱりアンチもいっぱい多いけど、それ以上に俺にはファンがいるよ。ああ、なるほどっすね。ファンの温かさを知ったってことっすね。そう。でもこれって俺結構思うんすけど、炎上した人にしか分からないのはあるっすよね。いや、そうなんよ。なんか炎上の時ってやっぱりいろんな誹謗中傷がいっぱい来たりするやん。来ますね、マジで。でもあんな100人のファンより1人のアンチの言葉の方がやっぱ刺さるね、配信者は。あー、分かるっす、分かる。それはそうだから。でもやっぱりこう炎上してもこう、うん、応援のメッセージくれたりするファンがいっぱいいることに俺は気づいてしまった。いや、そうっすよ。うん、その人たちのためにもやっぱ頑張らないといけないっていうね。そうだよ、やっぱその人たちのために俺は公約行動をしている。はーい。今日の無縁さんなんかちょっとなんか構成した。当たり前やん。待って、1枚いる。これ 3.5 っすね。 3.5 か。うん、やるやん、あんた。いや、やったんやけど、こいつマジで3回おります。マジで俺が食がついてね。屋上いました。屋上いた。あ、やった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 。あんた荒野行動うまくないか。いや、私はね、荒野行動の神なんでね。あ、神なんだ。神まで言っちゃってるんや。神。また下から来てる。あ、まるちゃん。じゃあ、まるちゃん、下から行きます。オッケーオッケー。はいはい。一回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 。どっち側ですか、これ。右ですか、左ですか。左。オッケー。こっちか。行きます。オッケー。逆じゃね。あ、いや、ここいる。やったやったやった。ごめん、キルパクしちゃった。あー、オッケーっす、オッケーっす。できるわ。待て、足音。オッケー。やばい、ごめんなさい。あー、やばい。あははは、タップミスした。やばい、武器ない。無限さん、俺隣ずれますね。これ隣誰もいないっすよ、無限さん。一人流れてきたっす。でも一回やばいかも、隣の一回やばいかも。そっち大丈夫ですか？俺ちょっと。もう顔使う。弾読まず、弾読まず。オッケー。頼む。まがちょ、上上がる。あ、オッケーオッケー。やばい。うわ、やばい。激怒。やばすぎ。こいつ激怒。いや、もうま、かお前。お前マジ覚えとけよ、おめえ。もう激怒さんがやってくれるか、俺のこと。よし。あ。無限さって、うん、マジでこの俺これこの言葉が一番合ってるなと思うんですけど。何なんかいい人なんだけどクズだよなって。言い過ぎでしょ。いい人なんだけどな。言い過ぎでしょ。いや、でも俺な、身内は大事にしようと思ってる、いつも。あ、確かに。それだけは、うん、それだけは強い心がけてる。この関わりを持った人だったりとか、うん、まあ普段自分にとってそのプラスになる人、はいはいはい、っていうのは俺の中ですごい大事にしたいなって思う人。ああ、なるほどっすね。うん、だから身内に何かあって俺すぐ守るし。確かに。なんか、うん、あれっすよね、いい意味でも悪い意味でも男って感じっすよね。バカなんよ、多分。素直やからさ。いや、俺いいと思うっすけどね。だからこう周りが炎上とかしても俺がヘイト買うようにいつもしてるしさ、俺は。そう、ツイッターだったりとかでもそうやけど。本当にね。うん、俺お前毎回見てて思うっすもん。あ、この人ほんまにバカなんやなって。この前リアルマジニキに絡まれたよね、俺。あ、ガチっすか。お
お、ねえ、お前、そんだけ生きてるんやったらリアル青やって言われた。あ、俺なんかそれ見たことあるかけがする。それ結局どうなったんすか？え、知らん。おー、合わないんだ結局。やっぱ相手がなんか去ってったんすか？わかんない。でもこの前もさ、ディスコでさ、そのなんかアンチみたいなのをめっちゃ募集した時あったよ。そう、謝罪配信の時もさ、そうなんやけど。はいはい。でも、アンチいなかった。あー、そこに上がってくるアンチがいなかったってこと？そう、だからやっぱチーユの集まり、あー、うまお前！え、おっさん、ちょ、俺もう死ぬっす。もう何も僕らに持ってないっす。大丈夫大丈夫、心理学的に言うと、こいつが真ん中を走るとなんとかなんねん。ガチっすか？誰かが、助けが助け、誰かが助けてくれるとか。いや、真ん中って結構見ない。あ、そうなんすか？そう、こう人の盲点なんすよね、面白いことにね。どっかの心理学者が言ってそうな感じの言い回しやめてください。あの、大学の、これは論文によりますと、人は真ん中の方見ない。なぜかというと、視線がやっぱりね、あの、人間の視野っていうのは360度ない。まあ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 、まあ、人っていうのはやっぱりね、心理学的にやっぱ360度。やってるやってる、あ、気づいてない。来るよ。ナイス。あ、危ねえ。うまいねえ。まあ、それは俺なんでね。ダイブ。あぶね。それやばい。これやばいけど、これ決め打ち。おい、これ。ああ。結構これガチでやばい事件起こってる。何が起こってんすか。あぶね。ガチ危ない。ガチ鬱陶しい。これだから俺この人無理なんだよな。マジで。だからずっと俺言ってるじゃないですか。これみんなわかりますよね。俺がなんで生理的に無理なのかっていう理由わかりますよね。いやー、今度寝てるちょぼ丸の顔面の前で屁こいで見たっていう実写とか撮ろう。いや、マジ俺チンチンつけられする怖いんだよな。いや、全然あり。何じゃねえんだよ、マジで。おマジで俺寝れなくなるから嫌なんだよな。マルちゃんの頭の上にさ、俺の金玉乗せてさ、お稲荷さんって言ってやらしくんね。マジで嫌だ。ちょんまげちょんまげ。マジで嫌。俺一瞬なんか出かけたくないもんな、もう。なんか泊まりで。だからリアルって誘ってくれんだよ、一個も。え、俺だって、いや、俺そもそも外出てないっすよ、俺。いや、俺も出てないんやけど。うん。なんかご飯行こうみたいなんとかあってもいいやん、せっかく俺東京出てきたんやから。でも俺ご飯行かないっすもん。いや、行こう。あ、別に行こうって言われたら考えるっすけど。考えるだけっていう。お前絶対怒れよ。なんで。黙ろお前、天下の丸さんやん。いやんざい。お前、ま、天下の丸さんがその底辺に奢ってもらってどうすんですか、兄貴。いや、俺は違うんすよ。その誰がおごるとかっていう、そういう話をじゃなくて、俺無限さんにおごってもらいたいんすよ。逆に？そう。ちなみにさ、好きな食べ物とかって何なの？好きな食べ物っすか？いやー、ガチな話すると焼肉っすね。あ、焼肉好きなんや、まるちゃん。すき焼きが特に好きっすね。あ、すき焼き派、すき焼きと焼肉ってまた別物やけどな。え、そうなんすか。うん。じゃあすき焼きっすね。だってすき焼きって茹でるやん。ああ、そっか。でも焼肉は焼くやん。え、でもなんか肉だから同じかなと思って。まあまあそうだよね。まあ天文学的に言うと、まあ、うん、一緒のぐらいではある。やめろよ、天文学的とか。ちょっと難しそうな感じですね。やめろ、全然お前肉が天文学的とか関係ねえんだよ。でも俺すき焼きよりどっちかというと、はいはいはい、あのしゃぶしゃぶ派なんよね。あ、でも俺もしゃぶしゃぶしたいな、久しぶりに。いや、しゃぶしゃぶして。しゃぶしゃぶしたい。しゃぶしゃぶすっか。いや、ちょっとしゃぶしゃぶちょっと楽しみにしてようかな、マジ。いや、しゃぶしゃぶ好きなんよな、俺マジで。しゃぶしゃぶありっすね。え、マジあり。なんかさ、あのおっさんになってくるとさ、胃もたれするというかね。あ、はい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 。やっぱりこう、年には勝てんのっすよ、人間は。待って、なんかグレート見てるんですか。来てるよ、近くいるよ。ほぼやった。ナイス、うまいでやんた。うまいでやんす。おはようでやんす。いやー、でもしゃぶしゃぶいいな、しゃぶしゃぶ行きたいな。こっち側いなそう。お、ガチですか。うん、ワンちゃんね。でもクリアリングは常に大事にね。あの、いないと
いないと思うよりいると思って行動しよう。これまあまあ分かって上がって上がって上がって。ね、よいよいよ。わかせわかせ。天文学的に申しますと。やめて天文学的に使うの。痛い。三階建て？三階建てです。の屋上から撃たれましたね。ダメだ。てめえのドア頭に風穴開けてやっからや。待て、裏裏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 どこの敵にやられてんすか。お、え、ヘイロいる？これこれヘイロっすよ。いや、ちょ、え、ほんでっか TV。 はい、嘘つき、はい、嘘つき、嘘ついた、嘘ついた。あれ、おかしいな。なんで？結構な、最近いいなこいつって思う時は増えた。本当っすか。前まではなんだこのなんかこうちょっと調子乗ってるやつって思ったけど、はいはいはい、そう俺がやっぱこう配信者になりだ始めた時は、はいはい、やっぱりすげえなーって、ちょんまるやっぱすげえなーってずっと思った。それでもいつの時代っすか。フェイタンとまるちゃんが一緒にやってた時代。あ、じゃあ、まあ、え、本当に俺がまだ7万え登録者数めっちゃ少ない時ですよね。そうそうそう、まだフェイちゃんの方がその時多かった。え、でもそれで言うならちょっとまあ、うん、俺も暴露っすけど、うん、俺も昔から、うん、あ、なんか無限さんが伸び始めてっていうか、まあ無限さんが動画投稿してる時に、うん、あ、俺この人多分生理的に無理な人やって死ねえやろ、死ねえやろ。俺だから俺言ったじゃないですか。俺徳島県行く時も、いやちょっと無限さんとだけはなんか飯とか行きたくねえなみたいな。お前、ほんま絶対一回ぶっ飛ばす。だってさ、なんかあの人に喋ったらなんか大きな声でいろんな人に言われそうやしなと思って。そう、何が？何が？なんか歩くスピーカーなんかな思ってて。誰が歩くスピーカーじゃお前。間違ってない。あ、OKOKOK。何回ですか無限さん？一回ですか？一回一回。OK、降り。カバーするで。多分。二枚ついてきてる。やったやった。二枚やった。まい。外から来る。え、待て、裏裏裏。あ、裏か。入ってくるかも。入ってくるよ。マジか。うまい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 。お前さ、お前さ、やめたやろ今の絶対に。本当に悪気はない。やばい、これ結構やばいやつ。うん、そうなるよね。マロー。マロー、ちゃかで、50位で最下位やないか俺ら。